マリアッチマリアッチはメキシコの音楽の一つであると同時にその音楽を演奏する楽団の総称として呼ばれることもある。演奏にはバイオリン、トランペット、ギターなどを使用する。しばしばマリアッチスと複数型で表現されることもある。マリアッチによる音楽はメキシコでは祭り、宴会、記念日、卒業記念などの時に親しまれている。また、 母の日やセイグアダルーペの日などに、愛する人へ送るセレナータにも用いられる。2011年、ユネスコの無形文化遺産に登録された。アルゼンチンの単語と共に、中南米音楽の2大ジャンルとして認知。マリアッチマリアッチは7名、内し12名で編成される楽団である。ビュエラ、ギター、ギタロン、バイオリン、トランペットは欠かせない楽器とされ、これらに、 フルートやアルパが加わることもある。アコーディオンは本来マリアッチに使われる楽器ではないが、メキシコ以外ではしばしば用いられている。マリアッチは音楽の種類を指すものではない。マリアッチの楽団は様々な種類の音楽を演奏する。ソン、ハリシエンス、カンシオン、ランチェラ、コリード、ウアパンゴ、ボレロなどが主で、時折ソン・ハローチョやメキシコ・アルツも演奏される。 これらの音楽に種類名を付けるとすれば、メキシコ伝統曲かメキシコ地方曲となるであろう。初期のマリアッチは、綿のマントと麦わらのソンブレロという、ハリスコ州の伝統的な衣装を着ていた。20世紀初頭には、球児主たちの格好、すなわち着飾ったチャロの格好に変わり、さらにその色使いや模様を変化させていった。マリアッチが用いたチャロの服装は、 通常白と黒の2色からなる。メキシコの牧場の伝統的な競技会である。チャレリアの間は、白い服は女性が着るもので、黒い服は冠婚葬祭時の服装である。チャレリア以外では、マリアッチやフォルクローレの歌い手、踊り手たちは、どちらの色の服も使う。これらの服装には、様々な模様が施されている。セーム側のスカッシュやボタン飾りなどである。 チャロやマリアッチのソンブレロは高度な工芸品であり、観光客向けの土産物店で売られているものとは格が違う。ハリスコのマリアッチメキシコ言語学学会のメキシコ文化辞典はマリアッチを次のように記している。楽団の一つでチャラ風の服を着ていることを特徴とする蒸気楽団の構成員。一方、王立スペイン語アカデミーの辞書では、 マリアッチおよびマリアッチスの表題でメキシコ大衆音楽を奏でる楽団。メキシコのハリスコ州に伝わる大衆的な音楽および踊り。それらの踊りやメロディーを歌うものを伴った楽団やグループの構成員と記述している。メキシコ地学統計学協会の歴史学者エルメス・ラファエルはマリアッチの起源を探るいくつかの学術書を執筆しているがマリアッチの音楽と 言葉遣いは、国ラに住む先住民族のコカスに由来するものであるとしている。いくつかの書物によると、ハリスコ州の州都であるグアダラハラよりも前に、メキシコシティでマリアッチが広まったものと考えられているが、これには異論もある。リカルド・エスピノサは、メキシコの太陽2001年4月8日号の、こう言いますのコーナーで次のように述べている初期のマリアッチの特徴の一つとして、 バイオリンやギターといった弦楽器だけで構成されていたことが挙げられる。そしてギターよりも高音域を受け持つビュエラと低音域を受け持つギターロンが加わりアルパが加わった。後にトランペットが加わってその独特の力強さを加味することになる。有名な歌にマリアッチはコクーラからソンはテカリトランからというものがある。しかしマリアッチは ハリスコ州北部のロスアルトスで、ハリスコ地域のものであるとされる一方で、コクーラはそこに近いもののその地域に属してはいない。マリアッチを歌う人マリアッチの語源についての一説として、当初マリアッチの楽団は、結婚式や披露宴で飲み演奏を行っていたのだが、フランス語で結婚を意味するマリアージュという単語がなまって、マリアッチになったというものがある。この説は、 1862年に始まったフランスのメキシコ干渉戦争の時の言い伝えによっている。ハリスコの田舎の結婚式会場にフランス兵士がやってきた時、彼らはそのお騒ぎぶりに驚き、近くにいた学隊を指して、あれは一体なんだと尋ねた。聞かれた人はフランス語で C ・エウン・マリアージュと答えたが、フランス兵士はそれが学隊の名前だと思い込んだという。 研究者であるヘスス・ハウレギによると、このフランス語起源説は、メキシコ市のラジオで、コンチョ・アンドラーデのマリアッチが言い始めたものとされる。民族音楽の重要な作曲家として知られるマヌエル、エスペロンは、フランス人を祖先に持つという、興味深い事実もある。マリアッチ独自とされる音楽は、メキシカンハットダンス、黒人音楽、クレブラといった、ハリスコの伝統的な音楽に基づいており、 20世紀初頭にメキシコ史に伝わり、それからマリアッチたちが国中のいろいろな地方に広げていった。1940年代から50年代にかけ、メキシコ映画の影響でマリアッチは世界的に有名になった。例えば、アメリカ合衆国におけるチトギサール主演の映画や、ラテンアメリカやヨーロッパにおけるホルヘネグレティア・ミゲル、アセベス・メヒア主演の映画などである。マリアッチのグループは、 ラテンアメリカ全域でよく知られているものであるが、特にコロンビアでは根付いていると言える。合衆国ではメキシコからの移民により持ち込まれた文化として有名である。特にメキシコ系合衆国民の社会にとって最も重要な日である5月5日の祭りには欠かせないものとなっている。ヨーロッパでは移民がメキシコ文化の普及を促進した。すなわち、 スペインなどでは帰国スペイン人移民により少しずつ祭りや祭事に取り入れられていったのである。スペインにはマリアッチのグループが特に多くバルセロナのセンブランサ、ビルバオのマリアッチであるアステカやタラゴナのルナでメヒコなどが挙げられる。マリアッチが広めた曲の中からはトリニ・ロペスラがカバーしたシエリ・トリンドやエルレイなどのメキシコ以外でも有名な曲も生まれた。 これらを持ち歌としているホセ・アルフレド・ヒメネスによる著名な曲としては、などがある。他の有名な作曲家、マヌエル・エスペロンによる曲には、などがある。王立スペイン語アカデミーの辞書、マリアッチ、ストリング・ミュージック、ソング・トランペット、ハット・エール・ディヒッショナーリオ・でメキシカ・ニズモス・アーカイブド2010年9月15日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、https。 www.discogs.com バリアスシエリートリンドリリース4899,075万ありがとうございます。